今飛行機内で抗原検査を終えたウクライナの避難民の方々が羽田空港に到着しました。今日午後2時30分過ぎ、日本の政府専用機で到着した20名のウクライナからの避難民。今後、親族や受け入れ先の人々と日本での生活が始まります。現地の知人から依頼を受け、避難民を迎えに名古屋に住むウクライナ人とともに空港にやってきた木村さん。一緒にやっていければなという話をしておりました。空港で合流したのは首都キーウから避難してきたルバン・オリガさん。日本に到着してほっとしたのか、マスク越しでも微笑んでいるのが分かりますが、避難の道中では電車に乗り込むときに空襲警報が鳴るなど不安な時間が続いたといいます。いまだ現地には親戚がいるというオリガさん。今後は日本からウクライナをサポートする活動をしていきたいということです。